さて、ドキドキ文芸部、今日もやっていきましょう。ん？どうした？主人公冷麦、名前が冷麦？どうしたんだ？頭が痛い、割れそうだ。しかもこの BGM はジャストモニカのあのシーンじゃないか。おかしいぞ、俺はドキドキ文芸部、全ての CG を回収して新エンディングも見たはずなのに、まだ先があるというのか。それに何も見えない。ここはどこだ。まさかまたモニカが何かやらかしたか。また寝過ごしたか。いつものことだが、急いだ方が良さそうだ。なんだかはっきりとは思い出せないな。まあ、大方昨日ウォッカを飲みすぎたんだろう。ヒヤムキ、君、ハイスクールボーイでしょ？よし、行くか。どこからともなく、何者かの叫び声が背後から聞こえてきた。まあ、すでに誰かはわかってるけど、サヨリ？あの女、振り返るとそこで彼女は、スクワットしていた。こいつはスラブより、幼馴染でウォッカ収集家だ。彼女にはいつかスクワットで歩き回るのはおかしいと指摘すべきなんだろうが、まあ何を言ったところで変わらないだろう。そんなことを考えていると、サヨリはウォッカ瓶をうちの庭に放り捨て投げた。サヨリじゃない、スラブより。クソヒヤムキ、スラブヤ様を待てって言ってたろうが。ついうっかり彼女がヤバいやつなことを失念していた。ゲームのキャラでもおかしくないくらいヤバい。すまん、もう行ったかと思って早とちりしてた。戦車がいつもの場所に見当たらなかったからさ。クソヒヤムキ、戦車はガレージだろうが、おちょくってんのか。そりゃ昨日やったウォッカはどうだったよな。ああ、よかったよ、あれ大好きさ。正直に言えばそこまで美味しくはない。ただ酔いたいがために飲んでいるものだ。飲むな。そっかそっか、そりゃよっしゃ学校に行こうぜ。お前もスクワットしながらな。いや、遠慮しとく。彼女は毎日俺をしもべのように扱う。これがどうして彼女はなかなか飽きてくれないでいる。お前もひどいやつだよな、ヒムキ。釣れない態度でいるとタンクでぶっ込みしちゃうぜ。彼女はふざけているわけではない。やつは、やる。やるときはやるやつだった。ああ、とりあえず歩きながら話さないか。おい、一緒にクラブ探しするんじゃなかったか？昨日言ったよな。ああ、そういえば。ふざけてんのか、ヒヤクソムギ。ヒヤクソも聞いたんだ。よし、わかった。今すぐタンクで。待て。あ、どうだ、今日、一緒に回りながら探さないか？その約束、絶対守るよな。じゃないとバキバキにして人間椅子にしてやるからな。やるんでしょ、本当に。繰り返す。やつは、必ずやる。もちろん、あ、違う、これ俺だ。もちろん、とりあえず、今日は学校に行こうぜ。おう、学校だね。途中で僕かもしこさま買ってこうか。夜な。なんと、どうしようもないよ。女か、女なの？だが、女らしく繊細なところもある。それがスラブ寄りなのだ。ははは、寄ってる。この店は少しばかり学校から離れたところにある。一限はサボり確定だ。スラブよりお気に入りのウォッカを探すため、あちこちでスクワットしていた。すると突然、彼女の叫び声が聞こえたかと思ったら、瓶が床にぶちまけられていった。くそが、なんでウォッカ探しに苦労すんだよ。ああ、お客様おやめください、お客様。僕、クロシアだったらこんな店、お前ロシア人だったんだ。なだめるため、俺はそっと彼女の肩に手を置いた。スラブより、そう切れるなって。あとはやるから。一瓶買えばいいだろ。なんで彼女のインギンブレに付き合ってられるのかって。いいのか。かわいい。もちろん、外で待っててくれ。ありがとな、ヒヤムキ。今日はタンクでぶっ込まないから。ルービーが素晴らしい。ロシアンジョークは、その、面白いだろ。なんでこんなことしてるかって。この通り、スラブよりはどうしようもない女だが、ほっとけないんだ。彼女のロシアネスはいつだって大騒ぎになる。暴虐性と書いてロシアネス。それに彼女からはウォッカをもらってる。まあなんというか、
おい、ひむき、すぐに来いよ、グズグズすんなよ、クソ。俺は彼女が嫌いじゃない。好きなんだ。我慢できないこともあるけどさ。あ、今行く。早くな。ウォッカと割れた瓶の代金を支払い、一体いくらかかったんだ。彼女の元に向かった。ずいぶん時間かかってたな。ん？尻拭いしてただけだよ。おい、それなぜ？まあ、サンキューな。俺は彼女に買ったばかりのウォッカを渡した。おいおい、いいの見つけてきたな。ロシア人じゃねえけど可愛いとかあるぜ。まさかそれは褒め言葉なのか？よかったよ。ところでさ、学校行かないか？くそー、もうこんなに遅れちまったのか。足の水だと車は逃げん間に合うね。名探偵スラブよりだな。からかうなって。よし行こうぜ、スクワット忘れずにな。そういやさ、なんでいつもスクワットしてるんだ？彼女はぎょっとしながらこちらを見た。何言ってんだよ、おまぬけ。これが文化だ。これこそが。あ、分かった分かったから行こうぜ。スラブよりはある程度資料を持ち合わせてはいるが、ひとたびロシア由来のものを否定しようものならもうおしまいだ。じゃあ行くか。あのさ、足はお前と一緒に寝て楽しんだぜ。瓶をぶち壊すこともあるけど、俺も同じさ。クークーって言って、手のひらを頭におでこあたりに当ててそう。ああ、そうだな、ごめんって。そういう素直なところいいと思うぜ、スラブ。この満面のロシアンスマイルが好きだ。満面み。なんで市役所やってんの？ところでさ、もう午後だけど。スラブよりはウォッカをグイッと飲んだ。さして気にしていないようだ。そうだな、ただ忘れてないよな。何を言いたいか分かっていたが、少しふざけてみることにした。忘れたな。なんだっけ？クソヒムキ、てめえこの野郎。冗談冗談。あとでウォッカの買い足しに付き合えってことだろ。ウォッカで殴られたいんだな、お前。もう言い逃れできないようだ。もちろんふざけてただけだって。学校終わったら一緒にクラブ探ししよう。約束するよ。どうせすっかり忘れるんだよ。いつもみたいにな。いつだって思えば頭が悪いからな。分かったのか、ヒヤムキ。どういう意味だよ。忘れろ、クソやろ。ところでさ、言わせてたけど、あしは今クラブの副部長なんだよ。ほう、文芸部かい？え、待て、お前が？それって、つまりは実在するクラブの？当たり前だろ？なんだよ。ああ。彼女という言葉は彼女に、ん？責任という言葉は彼女に自身に載ってるのか？なんでもない。どんなクラブなんだ？答えが返ってくるのは本当は少し怖かった。よくぞ聞いてくれました。肉体改造部だ。え？は？肉体改造部だ。何を言ってるんだこいつは。酔っ払いすぎたか？それひでえよ。本当だって学校にも認められてんだぜ。認められてるんだぜ。モブサイコにあったね、肉体改造部って。じゃあ何してるんだ？鍛えてんのさ。当たり前だろ。何を鍛えるんだ？待て、まさか何も知らないのか？ああ、さっぱり。はあ、さっぱりさっぱり。彼女は大きくため息をついた。心配するのはこっちの方だ。何なんだよそのムカツは。おい、何？放課後はうちのクラブを見に来いよ。嫌だね。だが断る。いや、なんでだよクソ野郎。ひまきはケツ穴ちっちゃいな。ああ、なんて可愛いんだ。ロシアの土中毒になりそうだ。ひやむぎおかしいよ。わかった、調べておくよ。なら放課後に部室で会おうな。しょくると思ってるぜ。ありがとな、ひやむき。絶対後悔しねえから。それはどうかと思うが、おそらくは由緒ある部活なのだろう。期待してるよ。じゃあもう行くから。またな、スラブ。
クソ、またな。彼女はウォッカの空瓶を廊下にぶん投げ、だから投げんな。クラスへとスクワットしていった。どんなクラブなのか心から不思議だ。あそこまで熱を上げるなんてボディービル部とはまた違うのかな。まあすごい濃い一日だった。早く家に帰りて。何かを忘れている気がした。帰ろうと道たくしていると扉奥から赤髪がチラチラと見えた。なんてことだ、完全に忘れていた。モロチンふざけただけさ、アスラブ。今行こうとしてたんだ。彼女はのそのそと机までスクワットしてきた。お前絶対忘れてただろ、クソ野郎。昇進気味なようだった。まさか忘れるわけないだろう。考えすぎだって軽いジョークだよ。本当？完全に忘れていました。ああ。ところで、クラスで何してるんだ？お前は他の建物だろ。あ、じゃあ、お前は他の建物だろ？ウォッカのお弟子に来たかっただけ、クソ。別に必要なかったのに、カラビンさえね、ちゃんと捨ててくれればな。彼女はウォッカの小瓶を手渡してきた。どこに持っていたんだ？やるよ。いつもごめんな。待て。病気にでもなったか？こんなことするやつじゃないはずだ。おい、スラブより、体調悪いのか？なんだよ、ちょっと優しくしただけだろ、クソが。あ、嬉しいよ。ありがとうな。彼女はもごもごとつぶやいていた。何かいたか？売ってねえよ、ちょっと考えてただけだ。よし、じゃあ肉体改造部に行こうぜ。ため息が出た。肉体改造部な。そうだ、この小瓶を飲み切るまで肉体改造か何か教えてくれないか。クソ、驚かせないでくれよ、もうしてるだろ。は？もうしてるだろって、ひやむき。すまん、もう一回頼む。はあ、何も知らねえんだな。おちょくらないでくれよ。なんだって言うんだ。お前が今ウォッカ飲んでるみたいにさ、物持ち上げんだよ。それで筋肉は切れたいわけ。もうやめつき。その割には筋肉がないように見えるけど。おう、それは、あ、言っちゃえば足はウォッカ供給係なわけ。パシリか？責任を持ってほしい。ここまで全く惹かれてないわけだが、要するにキレッキレの男ばかりな部活なんだな。あ、マジか。それは良くないな。やっぱ文芸部行った方がいいかな。かたや俺は 100% 平凡な体なわけで。つまり。だから一緒に来いよ。お前のことを待ってんだよ。カップケーキとかあるかい？待て、俺のこと紹介したのか。モルチンな。つまり逃げられないわけだ。もっと調べておくんだった。そう思いつつ最後の一滴を飲みました。本当にこれは最高だ。だからお前学生じゃないのか。よくよく考えてみると、スラブよりは最近俺に優しくしてくれていたクソとかいう割に彼女の心境に変化でもあったのかと思っていたが。じゃあ行くぜクソ、無駄な時間使っちまったな。そうだな、行くか。要するにさ、今日は俺がウォッカに心を打った日だったわけ。待たせたな。めくるめく肉体改造の世界を覗く準備は済んだかクソ野郎。いえ、全く。ああ。彼女は静かにドアを開けた。これドアがさ、あの試しの門みたいにあのスートンあったりしないかい。そうした方がいいんじゃない鍛えるのに。何かデジャブのようなものを感じた。よし、入ってこい、ひやむき。ああ、今行く。ああ、懐かしい。よし、ポスター大丈夫だな。よし、傾いてないな。オッケー。部室に入ると、頭上で机をリフティングしている3人の女性を見にした。女性？ 3 人？まさか。彼女たちは俺を見るや否や、リフティングをやめて静かに机へと座った。すでにぶっ壊れている机に。脳内保管しとこう、ここら辺ボロボロと。よくぞ来てくれた、ひやむき。お前の友人は、その、頭上で机をリフティングするのか？なんて世界だ。頭の上に乗っけてフンフンってするってことか？ああ、そうか。ちょっと待ってろ。クソ女ども、何言ってるか覚えてるよね？どういうことだ？一体いつからスラブよりは机に入るできる娘になった？机の上にウォッカ置くなったって言っただろうが。ああ、はい、そういうこと。
孫つきながら彼女たちはこっちを見つめてきた。どうすればいいんだ。じゃあ紹介を始めるぜ。おい女ども、誰から始める？一人が幸せそうにこっちへと歩いてやってきた。スクワットしないで来ることに違和感を覚えてしまった。まずはお前からだな。よし、二人でお互いに紹介し合いよな。まずは誰かな。モニカ、夏希、さゆり。違う、さゆりやこいつだ。モニカかな、夏希かな、ゆりかな。スラブよりは教室の後方にスクワットしていき、ウォッカを楽しまっていた。なんてことだいスラブ、俺はどうすればいい？かっこいい。こんにちは、久しぶりだよね。おお、前回ぶり。え、おお、まさか去年同じクラスだった。よもやそうとは思えずに少し気恥ずかしかったが、ようやく彼女を思い出した。ヘラクレスみたいだから。私はモニクレス、この部で最もキレていてとても謙虚な部員よ。あんたが聞いてくれて嬉しいわヒムキ。モロチン彼女を知っている。俺たちは去年同じクラスだった。ここまで思い出せなかったけど。正直に言えばここまで話し合うことはなかった。彼女はクラスの人気者だから力持ちだろうしな。どうしてここまで自分に優しく話しかけてくれるのかもわからない。君がここまでハマってるとは知らなかったよ。その肉体改造に。そうね、私って何をやっても一番になっちゃうからこの部活に入ることにしたの。腕っぷしが一番だね。あ、さっきなんて言ったっけ、とっても謙虚。それは本当かっこいいね。それにウォッカを自由に飲めるのもきっかけ、最高よねこいつら。ああ、スラブよりのウォッカは本当最高だよな。最高でもないが、そういう風に振る舞うことにした。今は二人きりなのだから、わざわざ雰囲気を壊す必要もない。ということは、部員のみんなはスラブよりのウォッカにハマってるわけ？モロチン、彼女のロシアネスはこの部になくてはならないものよ。スラブよりは彼女たちを洗脳したのか。そういえばスラブよりは副部長って聞いたけど、なら誰が部長なんだ？そうね、ここにはもっと賢い子がいるのよ。あれ、モニクレスじゃないの？じゃあ待て、どうしてしかめっ面をするんだ？あのさ、なんか変なこと言った？うん、なんでもないの。ねえ、あんたは誰が部長だと思う？誰がここで一番偉いかしら。何これ、セーブしとかないと。戻って。モニカルート。いや、サヨリルートで行こう。それは、スラブよりじゃないかな。ああ、そうね、ヒア、ところでごめんね、ヒアムキ。私、ちょっとやることあったの。俺はしでかした。間違いなくしでかした。ああ、またな。ええ、まだ。彼女は教室の後方に行き、壊れた机に勢いよく拳を叩きつけた。ドーン。何を間違えたんだ、このゲームチョイスか。するとすぐにスラブ類が近づいてきた。モニクレスと話してか、あいつはちょっと無責任だがいいやつだぜ。人のこと言えないだろ。どういうことだよ、人のこと言えないって。はっ、死がる女とでも言いてんのか。後ろの方で女子たちは息ぴったりにうなずいていた。スラブは間違いなく彼女たちを洗脳していたのだろう。まあいいや、次は誰と話そうか。ああ、そうだな。ユランク、おい、ちょっと来い。これはユリか？物静かな女の子がモニクレスの背後からやってきた。彼女はモニクレスと比べてさらにキレてるぞ。ユランクと話してみたらどうだ？お楽しみだな、二人さん。ハンクみたいなことか？よう、ユランクって呼べばいいのか？はい、そうです。なんて可憐な名前なんだ。え、そう思いますか？もちろん、君にとっても似合ってるよ。ありえない、ありえないぞ、こんなに魅力的な体をしておきながら自信がないなんて。この可愛い子ちゃんに安心してもらえるよう全力を尽くさなくてはな。それで、あなたはヒアムキさんですよね。その通り、会えて嬉しいよ、楽しみにしていたから。なんとまあ猫かぶりだろうか。私も嬉しいです。凛々しい顔立ちをした彼女がかすかに微笑むと、ただでさえ可愛い彼女がより一層愛おしく思えた。愛しいか。
なあ、ヨロンク、もう少し深く尋ねてもいいか？本気ですか？もちろんさ、淑女な君にすごく気を引かれてるよ。やや誇張してはいるが、彼女は楽しんでいるようだった。何よりだ。お姫、女の子はお姫様のように大切にされないといけないからな。ありがとうございます。まずはじめに、そうだな、何が好きなんだ？趣味は？そうね、そうね、私はいろいろと興味があるけれど、そうね、何よりペンが好きなの。ナイフじゃなくてよかった。ペン？もしかして何か執筆してたりするの？いや、私は文学は嫌いなの。はあ、そうだ、文芸部じゃなかった。モノとペンが好きでして、コレクションもしてるのよ。不思議だ、そういったものにはあいにくと慣れていた。素直に彼女の趣味へ興味があった。かっこいいな、いつか見せてくれると嬉しいよ。興味を示してくれたからか、とても嬉しそうだった。こちらの心も温まる。ええ、見せたいわ。それとね、二つ目は、あ、ちょっと当ててもいい？多分肉体改造じゃないかな。どうしてわかったの？だって君もまた肉体改造部のメンバーだからかな。どうして肉体改造が好きなんだ？その子供の頃からの夢だったり。興奮のあまり彼女の目がらんらんと輝いている。肉体改造、肉体改造とは筋肉を通して魂と対話する手段なのです。見てわかる通り、まだまだ切れていない私ですが、え、ただそれでも魅力的な体になれるよう頑張っています。切れてないって？どうやら彼女は気づいていないようだ。女性らしさと筋肉が完璧に調和しているというのに。私は鍛え抜いた後、ウォッカをよく飲むんですよ。プロテイン飲んどけよ。良いトレーニングをするに、トレーニングにウォッカ、これに勝るものはありません。私が好きな銘柄はモルカフですね。スラブよりがおすすめしてくれたんですよ。補足、モルカフ、マルコフの文字り。私、心から肉体改造が好きなんです。さながら深淵のように全てがそこに詰まっています。ああ、私たらすいません、ちょっと独り言が過ぎました。そんなつもりなかったのに、ごめんなさい。そんな気にすることないさ、問題ないって。愛を持って語ってる君はとても可愛く見えたよ。彼女は少しばかり目をそらしてしまった。ありがとうございます。私、あなたと知り合えてよかったです。ひやむき、ちょっとリフティングしてきますね。あ、また話そうな。会えて嬉しかったよ。彼女はこちらに向かってはにかむと、後ろの方でトレーニングを始めた。するとまたスラブよりはこちらにスクワットしてきた。もう慣れた。どうやらずっとこちらを見ていたようだ。おいおい、ずいぶん広くて話し合ってたじゃねえか。そうだな、彼女は本当に活かしてたよ。それで最後は誰だ？夏希か。一番可愛いやつさ。俺は柄にもなく興奮した。ユロンクとモニクレスの二人とも可愛かったのに、さらに可愛い子がいるだって？来いよ、可愛い子ちゃん。ちょっとだけでいいからよ。バフスキーを可愛い子ちゃん、ん？バフスキーを可愛い子ちゃんって呼ばないで。もう夏希の要素がねえぞ。しまんしまん。じゃあ楽しめよな。また彼女は教室の後ろの方へとスクワットしていった。一体どれだけ片付けるウォッカがあるんだ。振り向くと筋肉の山がそこにそびえていた。なんとまあ、この体格は完璧だ、完璧だー。